11月12日月曜日第106回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、日中は穏やかで、この街歩きセンターの中でもですね、ドアを開けてお客様を迎えることができました。でもさすがにですね、午後になりますとやっぱり少し、寒さが出てきましてですね、ちょっと戸を閉めなきゃいけないかなという日でした。さて今日のゲストをご紹介いたします。現在 NPO 法人夢空間真っ白の街と心を育てる会のですね、副理事長の飯島信孝さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は飯島さんが企画したですね、城下町真っ白武家屋敷秋のお庭拝見についてお話をお伺いします。これちょっと説明していただいて、はい、11月17日土曜日に行います。はい、午前9時30分出発なんですが、その前に、9時から、受付を始めまして9時半ジャストに出発予定です。集合していただく場所は松代城入り口です。はい、参加費として、1000円を頂戴しますが、はい、資料代と保険料にかかります。資料というのは、こういうものを参加者にお配りしたいと、そうですか、いうふうに考えています。分かりました。いずれが一つを選択して、両方でなくてね。はい、分かりました。どちらかという形でですね、はい、分かりました。じゃあ飯島さんがですね、初めにNPO 法人夢空間に関わったきっかけ、これちょっとあれですね、聞かせていただけます。はい、勤めている頃にですね、はい、東京から来たお客さんを、真っ白へ案内しろという話がありまして、真っ白に住んでおりましたので、ご案内したんですが、やっぱり先方が真っ白を選んだっていうのは、事前に勉強してきていたんですね。ですから私よりもむしろ詳しい、恥をかくっていう体験をしまして、これは京都のことをね、よく知っておかなきゃいけない、ある程度専門的なこと、歴史的なこと、こういうことを勉強していかなきゃいけないなっていうことを痛感した事例があったんです。なるほどですね。はい、それで松代のことを勉強するきっかけになりました。なるほどね。はい、それで平成17年頃ですね、夢空間で松代のいいとこを見つける、いわゆるワークショップが始まったんですね。で面白そうだなっていうので参加をさせていただいて、お寺だとか、神社、さらには武家屋敷、潜水路、民話、それから人物、いろいろのサークルがありまして、私は特にお寺と、それから民話のグループへ参加して、自然とこの、夢空間の活動に関わるというか、関心を持つようになってきたんですね。そうですか。はい、それはあれですか、一人でいくつものあれを絡めてもいいんですか。その頃はね、自分で知りたいというグループには、いくつも参加していいという、ことがありましたので。なるほどね。はい、じゃあそのタイミングが良かったってことかね。そうです。私が勉強しようっていう思うところのグループが、できましたのでね。なるほどね。それで参加させてもらったんです。そうですか。はい、それは良かったですね。でもあれですかね、いろいろお手伝いしていて関わってたけども、その頃のそのあれですかね、松代の様子ってどんなあれですか。はい、勉強しているうちにですね、このうちは保存しておいた方がいいなと言われるようなお家が、取り壊されていってしまうっていうようなことがあったんですね。なるほど。したがって夢空間が行うイベント、それにはね、できるだけ時間が許す限り参加させてもらっていたんですね。で、やっぱり集合時間よりね、職場で5分前行動っ
ていうようなことをずっと仕込まれまして、それでその習慣が、はい、仕事を辞めてからもね、うん、なかなか抜けずに、うん、イベントの始まる時間よりも数分前にいつも行ってたんですね、うんうん、はいはい、そうすると時にはスタッフの人が来ない時がありましてね、慌てて時間になった頃、うん、スタッフの人が汗をかきながら受付の机を出したり、うん、パンフレットをお客さんに渡すっていう場面がありましてね、お手伝いしたんです。それが今度は、うん、この次も手伝ってねということになり、さらには、うんうん、だんだん経ちますとね、うん、企画の方へも、うん、参加しろ参加しろとまあそれもまあちょっと面白くなってきたっていうのもありますけどね、いやだけどそれで上手に、ね、誘導されたと言ってもいいと思います、はい、でも嫌だけりゃやめてっちゃうんだよね、だんだんやってるうちにね、新しいことが吸収できるわけですね、はいはい、そうすると途中で投げ出すのもね、活動が面白かったということも言えるんだと思います。そうでしょうね、はい、自分の身になってくるって形だからね、はい、それは良かったですね。そうするとあれですかね、これ、お庭拝見に関わったのはいつ頃なんですか。はい、今から6年ほど前に、うん、お庭拝見をやるスタッフが、はい、多分少なかったんで、うん、ぜひ手伝ってくれと、でどういう仕事をっていうと、お庭所有者オーナーの方と夢空間を結ぶ、そういう仕事を市としてやってくれというふうに言われまして、それに変わってきたんですね。あ、なるほどね、はい、これだけどあれですかね、お庭拝見はこれ、真っ白にはこの武家屋敷って言われるね、うちが何軒もあるわけじゃないですか、はい、実際には何軒ぐらいあるですかね。古い地図によりますとね、武家屋敷は200軒以上もあるっていうんですが、武家屋敷らしいお家が残ってるのは、70軒ぐらいだと思います。あ、そうですか。そのうちお庭拝見できるこういうお家は、おおむね50軒ぐらい、まだ実際にこれからお願いしてできそうなうちも含めてね、50件ぐらい、50件以上はあろうかと思います、うん、あ、なるほどね、はい、これ平成13年から始まったって言ってるんですけども、これ何回ぐらいのあれなんですかね。はい、秋はね、はい、今回、12回目、すでに11回行っています。あ、なるほどね。それから春は、7回終わりました。7回終わりました。はい、秋だけやっておりましたらね、はい、うちの庭は春咲く花がたくさんあるから、春にもお庭拝見やってほしいなっていうお話がございまして、はい、そういううちを探してるうちに春にもできることが分かりまして、はいはい、今回、今年の春で7回終わったと、こういうことです。なるほどね、はい、これだけど一長一短にはいすぐできますよってあれじゃないですよね、はい、お庭拝見あてるその、そうですね、今回の日程もね、はい、11月17日なんですが、実はこの日を決めるにね、はい、エコロド松代のさまざまなグループが、ありましてね、はい、そういう人たちの行事とかち合わないようにこうやって11月17日が決定したんですね。なるほどね。ですからその頃もみじがきれいになるか、うん、そういう見通しは全くないまま日にちが決定したんですね、うん、で今回は夏がうんと暑くて、ええ、秋の到来が遅いっていうことでちょうどタイミングがあって、はい、ちょうどもみじがね、はい、見頃のお庭拝見になるかなと期待しているところです。なるほどね、はい、コース設定もそうですけどもね、PR もやらなきゃいけないしって大変は大変ですね。コースを選びますとね、うん、今度は中にはご都合が悪いってお家がありますね、当然ね、ありますので、はい、予備的にも含めてね、はい、お願いしてある、もみじの綺麗なお家を2軒ぐらい入れて、はい、それからさらに手入れの行き届いたお家をこう回るとかね、うん、コース設定にも苦心をして、はい、1.5 キロと、うん、それから2キロ、2キロ、はい、3キロというコース設定をしたわけですね。
今回のあれですね、お庭拝見の見どころっていうんですかね、はい、あれもちょっと教えていただきたいですね。はい、はい、あの今回ね、距離を短くしたんです、はい、歩く距離をね、というのはあの信州大学の、農学部の学生さんにいつも協力をいただいて、はい、参加者にアンケートを取ってるんです、はい、その結果歩く距離を短くしてほしいという要望と、それから見学見るお庭を少なくしてほしい、うん、見学するお家を少なくしてほしい、うん、ゆったりゆっくり見たい見たいという要望がありまして、 その中でね、お城に最も近いということで、真田景行、初代松城藩主の信行さんの2代、信正さんの長男にあたる登録有形文化財になっているお家なんです、はい、真っ白でね、59軒あるお家の中の一軒です。あ、こちらでははっきりしますよね、はい、2階建てであると、はいはい、三田さんですかこれ写真撮ったのは。あ、そうですそうです、それ行ってきましたこういうね、はい、あの素晴らしいお家なんです。まあ、こういうね、あのなんか当日もなんかやってくる、なんか当日はね、八橋流の、清水さんほか、保存者の方たちが来ていただいて、の見学時間に合わせて、はい、お琴を演奏してくれるという、まあものすごい、イベントですね。そうですね、になろうかと思います、はいはい、まあ、聞きながらねお庭を見るっていうのも一つの方法ですね、はい、で松城の武家屋敷の特徴っていうのをちょっと説明していただけますかね、はい、ま、松城の武家屋敷には必ずと言っていいほどですね、はい、池があること、はい、それから菜園があること、はい、それから借景を借景が活用してるってこと、はい、あるということですね、はいはい、じゃあこの借景についてちょっとあれですね、はいはい、借景というのは、はい、遠い山々を使ってですね、はい、遠近感を出すと、うん、で近くのもの遠いものこれがあたかもご自分のうちの所有物のように、うん、見て楽しむと、あ、なるほど、こういうのが、うん、あの借景の特徴ですね、うん、遠近感があるという、そうだね、真ん中辺には何もないですもんね、それであの、うん、こういう大きい木がありますけど、ね、はいはい、木と木の間には水上山が見えたり、のろし山、舞鶴山が見えると、はい、こういう風景を取り入れて、はい、まあ、楽しんでいたんですね、昔の人は、うん、ね、お座敷に座りながら見ると、うん、こういうのが松城の武家屋敷の特徴なんですね、うんうん、まあ、典型的なあの真田邸の、ね、はい、そうですね、あれなんかいいですよね、はい、あとでもこの松城にもこの池の特徴っていうのがなんかね、はい、真っ白の造山近く神社の近くにあるお家なんですが、はいはい、澤高草の葉っぱに似た、はい、これはあの、将軍草、戦に勝つという縁起のいい、葉っぱですので、はい、その葉っぱに模したこの池が作られている、うん、こういうお家もあるんですね、はい、これも、もちろんこの遠近感でね、近くを大きくして遠い方を小さくすると、うん、あたかもうんと広い池のように感じるんですね、うん、こういうあの池もあります、うん、あと今回のこのお庭拝見というのを、まあ、毎回やっておられるんですけど、はい、目的っていうのは何になるんですか。あの真っ白の武家屋敷は、はい、一軒のお家の池へ取り組んでくる潜水路、はい、これが一軒でもなくなるとね、うん、他の家はお水が行かなくなっちゃう、だから一軒がやめただけで済む問題ではないんですね、あの一軒がやめると大きな影響力があるんで、はい、全部残していこうと、うん、この潜水路も残していこうと、うん、そういうことでこの取り組みをしたんです、したんですね、はいはい、今後もまあやる予定ですね、続けてね、あのまだお見せしたいお家もたくさんありますし、はい、だからお客さんからもね、もっとやってもらいたいと、あ、なるほど、こういう要望がありますので ね、あの夢空間の活動して、はい、活動としては続けていきたいなと、はい、なるほどね、こういうふうに思っています。わかりました、まあ、これもオーナーさんもそうですけども、あのやっぱり若い人にも真っ白の良いところを認識してもらうっていうことではあれですね、いい機会
かけにはなると思うんですね。そうですね、はいはい、まあ、頑張っていただきたいと思いますですね、はい、また最後にあのお庭拝見のまた PR でもって締めていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。もう一度繰り返しますが、はい、11月17日土曜日、今週の土曜日ですね、はい、午前9時から9時半まで受付をしております、はい、場所は松城城入り口です、はい、そして9時半にはスタートして12時にはおおむね終わりたいというふうに考えています、はい、A コースは一番短くて 1.5 キロ、 B コースは2キロ、C コースは3キロとこういう設定になっています。はい、わかりました、まあ、参加費とって1000円を頂戴するんですが、はい、何分ご参加をお願いしたいと思います、はい、いやどうも今日はお忙しい中、はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。来週のおしゃべくります、はい、今度は違うね、はい、大丈夫です、はいはい、来週は、ね、こちらです、うん、はい、パーソナリティは西田さん、はいはい、でゲストが、はい、読めないな、坂口美和さん、ね、坂口美和さん、はい、和和美さんか、和美さん、ね、はいはいはい、あと後藤さん、後藤さん、はい、正志さんでも、ね、おそれでこれがね、これはね、みなかみハウスさんをやってらっしゃる方なんですよ。みなかみハウスの社会福祉法人北山会、はい、いろいろ頑張ってますので、これもね、みなかみの団地の中にね、はい、あるところなんですけど、はい、頑張ってやってるところでございます、はい、どんな内容なんですか。小さく密着してるっていう形でね、やってるので、まあ、そういったお話も多分聞けるんじゃないかなというふうに思います。はい、地域サンクスコンサルタント、いや難しい名前があるので、はい、私らちょっと難しいので、ね、あそう、来週ちょっと楽しみにしていただきたい。あ、そうですね、じゃあ来週お聞きするということで、はい、わ、はい、かりました。お願いします。それでは来週のしゃべくりマチロー、どうぞお楽しみに。しゃべくり松代、また見てねー。